皆さんこんにちは。バレエトレーニングディレクターの井野圭司です。今日のバレエに役立つテーマは膝を押し込んじゃう。入っちゃう膝をどうやってコントロールすればいいなというお話です。ちょっとね、動画の方でリクエストをいただきまして、入っちゃう膝の直し方、この膝を押し込むんですね。前の動画であげましたけど、この膝、こう、普通はこう、なるべくまっすぐに、こう、この膝が、足がまっすぐになりたいわけなんですけど、これが、これを、こう、押し込んじゃうね。こういう、こう、反った足。パラレルの状態でこうやって反った足。これを半長膝ね。半長膝って言いますけども、この形を作ってると、足が非常に脆い状態になるので、あんまりやらない方がいいよと。で、バレエの世界では結構この半長膝が、バレエ向きの足みたいな感じでですね、チヤホヤされることが多いんですけど、かなりの確率で怪我して、ダンサーの夢を絶たれるみたいなことが往々にして起こるので、半長膝を、必ず悪ではないんですね。必ず悪ではないんです。この足を上げた時とか、この足を上げた時に、ここが反ってるような状態の方が、綺麗に見えることはあるんで、それは使っていいんですけど、立ってる時の足に体重をかけた時に、こう骨がちゃんと並んでない状態の方、形で、こうやって立っちゃう。これでジャンプ、大きいジャンプとか。ずーっとこうポワンとで立ってるようなことをやってるとやっぱちょっと危ないよねっていうことなんですね。なので、半長膝こいつを直すというよりかはダンサーであるならばそれをコントロールするっていうことが大事になるんですね。上げた時は反っててもいいけど軸に使ってる時はまっすぐにしてねっていうところのコントロール能力を身につけてほしいですね。で、この半長膝になっていると、こっちの前側がやっぱどうしても縮みやすくて、で、このもも裏側が伸びてるんですよね。こう押し込んでるんで。こっちが、まあ、結構足、半長膝じゃないんでちょっとあれなんですけど、こっちが縮んで、で、こっちが伸びてるじゃないですか。ということはですよ。ということは、皆さんスプリッツ好きなんですよね。開脚とか、スプリッツとか、もも裏を伸ばすストレッチみんな大好きなんですよ、ダンサーって。でもこれって、このストレッチ、この開脚とかね、開脚とか、スプリッツとかのストレッチで、もも裏をばっかり伸ばしてると、半長膝って悪化するんですよ。だってここ伸びてずっと伸びてるのに、さらにストレッチで伸ばして、で、前ももちゃんと伸ばしてる人意外といないんですよね。こっちの裏ばっかりなんか足を高く上げたいからかですね、こっちばっかり伸ばすんですよ。ということは、レッスンの時にもずっとここを伸ばしながら立ってて、足を上げたりする時にもここを伸ばしながら、まあ、当然横とか前とか上がるわけですよ。で、こっち縮みっぱなしみたいな感じで、どんどん悪化していっちゃうんで、まずですね、普通にもも裏と、前もものちょっとバランスは取っていきたいですね。で普通ね、結構バレエダンサーでも体柔らかいっていう人でもよくいるのが寝た状態。これ私今立ってますけど、寝た状態で足をこうして、こうね、こう曲げてくるじゃないですか。で、この時にちょっとここをね、こう押したっていうぐらいで、ここのかかとがお尻につかない人。いるんですけど、この人たちはですね、やっぱ前ももがすごいちょっと硬すぎますね。なんで、これ一般的なレベルの話ですけど、これがちょっと押したぐらいで疲れる人は、ちょっと前もものリリースとか、ポールとかボールとかを使ってこうやってね、うつ伏せになって、こう、こうやってうつ伏せになって、コロコロしたりとかして、リリースをしてあげたりするのは大事になってきます。なんで、前ももも
もも裏だけじゃなくて前ももも伸ばすんだったら伸ばした方がいいよと。片方ばっかりやってるとそっちの方向にどんどん歪んでいくので、ちゃんと平等にある程度やりましょうねと。で、もも裏を伸ばしすぎてまあ弱いです。まあ弱い、まあ弱いんで、このボール等をですね、まあここにこうやって挟んで、で、このボールギュッと挟んで、もも裏を使う。こうやってじーっとね、こうやって10秒とか20秒とか。もしくはこれなくてもいいです。こうなくても、こう、このままこうやって曲げてくるだけでいいです。で、これを、10回、20回、20回ぐらいかな。やってあげる。で、この時に前、もも裏を感じない人がいます。ふくらはぎばっかりにこれやると使っちゃって、ふくらはぎが感じるっていう人は足首の力を抜いてください。これ足首をこうポワントでね、バレーに沿ってこうポワントすると、ふくらはぎばっかり使っちゃう人がいるんですよ。で、そうなる人は、足首の力を抜いて曲げてあげる。そうすると、もも裏に、よく効くので、これね、ちょっと試してみてください。で、反対室の直し方で YouTube に結構上がっていますけど、なんかストレッチ系が多いんですね。ちょっと見てみたんですけど、あのストレッチして直しましょうとか、ほぐして直しましょうみたいな。それが、一概に間違ってるっていうか、とは思いませんけども、バレエダンサーでその反対膝をコントロールしなきゃいけないって場合、それとか全く足りないんですね。あの、踊りで使えなきゃ意味ないんですよ。足が細いとか太いとかそういうんじゃなくて、踊りで使える足にコントロールできなきゃ意味ないので、ストレッチだけしてても足って強くならないですね。で、半長膝を持ってる人って、とにかく足が弱いです。弱い。なんでかっていうと、この足の、ここの、この膝をね、こうやって、こう、キュッて押し込むことで関節に乗っかっちゃってる人が非常に多いんです。楽なんですよ、そっちの方が。私の場合、膝が押し込めないんですけど、まあ、例えて言うなら、こう骨盤にこうやって、こう、まっすぐ立つんじゃなくて、こうやって立ったりするじゃないですか。これを膝でやってるような感じですね。で、ずっとこうやって立ってるから、この中にある人体の、ピンとした張りだけで立っているので、筋肉何も使ってないから楽なんですけど、これだと、全く足が強くなってこないんですよ。で、半長膝の人は大体これやってるんですね。こうやって疲れるから、こう、ここ押し込んで。で、そうすると大体お腹が前に来て。で、こうやって立ってるんですね。こうやって。で、半長膝を持つっていうことは、膝の靭帯も緩いんですね。緩い。膝の靭帯が緩いからこれが押し込めちゃうんですけど、緩いから、膝の足の強さをコントロールするのに、ただただまっすぐな足しか持ってない人よりもエネルギー使うんですよ。なので体の柔らかい子ってとにかく疲れやすいです。なのであの、アレグロとかそういうのになると体の柔らかい子はあの、すごく動きが大体鈍くなったりしますね。それはね、コントロールに必要な筋力が体が硬い人よりも必要になるんですよ。体の硬い人って何も考えなくても体が止まるんですけど、体の柔らかい人ってこれが抜けちゃうんで、どっかしらで筋肉ずっと使ってなきゃいけないんで、体力やたらと使うんですね。なので、疲れるから余計にこうやって休みやすいと。いう感じになるので、半長膝は結構ですね、覚悟を持って直そうとしないと、踊りで使えるレベルのコントロールは生まれないです。で、ここのストレッチ、ここちょっと緩め、前側を緩めて、で、もも裏をちょっと使いましたと。そうすると、ね、半長膝にこうギンって押しやすい、逆の、ここを直す、ここキュッと縮めて、こっちをちょっと緩めてっていう感じで逆のところを使いましたと。そしたら、それを立った状態、踊りの中で使えなきゃいけないので、その、例えばこうやってね、壁にこうやって背中をこう合わせます。で、その状態で自分の横とかを鏡とかね、この見ながら、これでちょっと膝を曲げます。
で、この状態で、さっき使ったもも裏を使って、かかととをちょっと押しながら、この座骨、お尻の骨をちょっと突き上げるように、突き上げるようにしながら、膝を伸ばしていきます。で、かかとを押すことで、もも裏の筋肉がちょっと働きやすくなるので、それを使いながら膝をこうやって伸ばしていく。で、そうすると、背中肘の人って、いわゆるまっすぐな形を作ると、膝が曲がってるっていう感覚になりやすいんですけど、それを、やってると、全部が緩んだ状態で使うことになっちゃうので、まっすぐに見えても、それはそれで危ないですね。だから、まっすぐにしてるって感覚で、膝が反ってない状態を作らないといけないんですね。そのためには、もも裏の筋肉とかがしっかり立った状態で使えるっていう練習をしなきゃいけないです。なんで、この壁に背中をつけて、ここで、もも裏、かかとで押して、座骨を上にちょっと持ち上げるようにしながら、押していく。で、これでうまくいくと、もも裏が入って、あ、膝が伸びてる感じ、曲がってる感じはしないのに、横を見ると反ってないと。いう状態になってきます。で、この感覚を練習しながら、それを立った状態で、それをここのもも裏を使って、立った状態で、まずこれが両足でできるようにする。で、これでかかとをちょっと押しながら、この座骨を突き上げるようにして、上にこう上がっていって、で、ここのもも裏とかちょっと使われながら、膝が押し込まれてないけど、押し込まれてないけど膝がこうやって曲がってる感覚もないっていう状態。まっすぐ伸ばしてるって言った時に横を見た時に自分の足が大体まっすぐになってたらいい感じになってきてます。この練習を普段からぜひやってほしいんです。例えば信号を待ってる時、電車に乗ってこう立ってる時に大体こうなって、電車に乗ってる時にこうなったりするし、バスとか、信号とか、そういうの待ってる時にもやっぱこうなってやっぱ歩いてる、待ってるんですよ、こうやって。こう押し込んで。なので、これを普段の生活からまっすぐに使うっていうレベルで癖にしとかないと、単流します、ジャンプしますってなった時に絶対抜けます。バー持った瞬間にこれまた押し込んでるみたいな感じになるので、普段の生活から今のここのリリース、もしくはストレッチでもも裏もちゃんと鍛えてあげる。で、その上で、まず壁とかを使って、もも裏を使ってかかとを押しながらここをまっすぐに立たせてくるっていう練習をしてあげてください。結構大変です。エクササイズでまっすぐにするだけなら、2、30分もあれば大体の人はまっすぐになったねってできるんですけど、これを踊りにするってなると、振りがあって音楽があって先生の注意があってっていうのを全部気にしながらやんなきゃいけないので、すぐ抜けます。そんなに簡単じゃないです、この半長膝直すのって。で、そもそも、さっきも言いましたけど、足が弱いからこそ、これが押し込んで休んでるっていう癖がついちゃってる場合が多いので、結構体力的にもしんどいです。ちゃんとやって、ちゃんとまっすぐにしてレッスンすると。なので、普段の本気でこれをちゃんとして怪我をせずに踊っていきたいっていう人は、普段の生活から立ってる時に押し込まないっていうことをしっかり意識して生活してみてください。それができて初めて踊りになった時にどうコントロールするかっていう話になっています。はい。ということで、いかがだったでしょうか。半長膝の直し方。ただ、他の YouTube の方がね、言っているように、そんな簡単じゃないです、これは。そんな簡単に、治るもんじゃないです。自分でちゃんとコントロールするっていう意識がないと、そんな簡単に治るんです。っていうことを肝に銘じてですね、やっていただきたいと思います。あくまでも、このチャンネルで皆さん見てる方のゴールは、踊りで使えるようにする足です。
なので、無意識にでもそれができるように日常の中を気をつけていってください。はい、ということで、このような感じでですね、バレエに役立つブログなども書いておりますので、よろしかったらそちらの方もご覧ください。チャンネル登録をして一緒にバレエに詳しくなっていきましょう。ということで、皆さん幸せな、ハッピーバレエライフ。